はじめは優しい嘘だった。お母さんに心配かけたくなかった。東京の世田谷から転校してきました。はい、自己紹介どうぞ。赤いサラです。でも本当は嫌だった、友達と離れるの。おかえり、学校どうだった？ママかな。あなたの小道をたどる。でもそのうち嘘をつく余裕がなくなって、お母さんのすること全部が嫌になって。じゃーん、新しい体操着入れ。こんな変なの使えないじゃん。なんで、可愛いじゃない。じゃあお父さんこれもらっちゃってもいいのか。パンダ、やっぱりあれかな、単身赴任とかの方が良かったのかな。新しい家も順番はどう、新しい学校も何もかも嫌で、転校生の赤井。おい赤井。あ、はい。これ順番はどう。そんな自分はもっと嫌。好きだった前に戻るのも、新しく先に進むのもできないくせに、道を外れるには臆病で、ね、君一人遊び行かない？暇なんでしょ、どっか行こうよ。行こうよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、話すだけ話すだけ、お願い。なんで私だけこんなに子供なんだろう。あ、おかえり。夕飯すぐ作るね。いらない。娘さん、話聞きますよ。ポッキー5本分。え、何それ。はい、スタート。いや、ちょっと、うん、うん、おしゃ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 。何それ。あ、日本で突入しようかな。いいんですか。寂しい思いさせたのに何も言わないでいてくれてありがとう。大好きなことを隠す、無理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 。必要はない、自分は自分だ。いつか振り返ってみれば、おいしい、おいしい。あ、じゃあさ、うん、あと10本分話してもいい？何本分でも。はい、スタート。ただいまー。おかえり。おかえりなさい。あれあれ
何これ仲直り仲直りした何本分話そうかな。シェアハピネス、ポッキー。